こんにちは、スタイリストの大山俊です。今回の動画なんですけども、大人のコートコーデをですね、徹底解説というテーマでお届けをしたいと思っています。まあ最近はかなり肌寒くなってきまして、そろそろですね、 3丈系のアウターですね。このあたりからロング丈のコートですね。このあたりに移行してくる季節かなと思うんですね。まあそうなると皆さんもですね、いろんなクローゼットの中のアイテムを引っ張り出しながら、どれが合うのかなというところを考えるかなと思いますので、今回はですね、僕の私物のコートを2着使いながらですね、 大人のコートの着こなし方、具体的にどんなトップスを合わせればいいのか、ボトムスはどうすればいいのか、靴はどんなものがあるのか、このあたりについて徹底的に解説をしたいなと思っていますので、ぜひですね、今後の服選びの参考にしていただければなというふうに思っています。こちらのチャンネルでは大人の男性に向けて、メンツファッションの今日ですね、なるべくわかりやすく解説をしていますので、よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。それでは早速、行ってみましょう はい、ということで、ここからは具体的にコートの解説してみたいと思うんですが、その前にですね、今回使う2つのコートを皆さんにご紹介しておきたいなと思っています。まあ、この秋から冬にかけて着るコートとしてはですね、僕は2パターンあるといいかなと思っていまして、まずは秋の後半から 冬の前半に活躍するようなステンカラーコートですね。まあ、素材で言うとコットンだとかポリエステルだとかこのあたりで作られている割とですね、そこまで厚くないコート。これが一着必要なのと、あとはですね、冬の中盤から後半にかけて必要なちょっと厚手のウールのコートですね。まあ、よくあるところで言うとチェスターコートみたいなところが該当するかなと思うんですが、今回は秋後半から冬前半に活躍するようなステンカラーコートをですね、使いながら解説をしたいなと思って 今回持ってきたのはこの2着ですね。どちらもですね、ユニクロ U のアイテムになっていまして、まあ、今シーズンのものではないんですけども、よくあるようなベージュからブラウンぐらいの秋らしいカラーのコートですね。 ま、形は、ま、いわゆるこう、ステンカラーコートとか、バルカラーコートと呼ばれるようなものですね。一方でこちらはですね、まあ、ネイビーの色合いですね。これまた定番です。ブラックネイビー、ダークグレー、このあたりの濃い色味のコート。皆さんもどちらかはお持ちかなと思うんですね。まあ、中には2着とも持っている方もいらっしゃるかなと思うんですが、まあ、それぞれで着方がちょっと変わってきますので、今回はこの2つのコートを着ながらですね、具体的に解説をしていきたいなと思っています。それでは早速着替えてみたいと。 思います。 はい、ということで、実際に着てみました。どうでしょうかまずはですね、ベージュからブラウンぐらいの色味のですね、ユニクロ U のステンカラーコートを着てみました。まあ、このようなですね、ベージュ系のコートというのは、秋らしさが出るのと、人との違いが明確になるという点では、おしゃれに見えやすいんですね。ネイビーだとかブラックのコートは着てる方すごく多くて、ベーシックなので使いやすいんですが、ちょっと人とずらしてみると、おしゃれに見えやすいというところも、ぜひ頭の片隅に置いていただきたいなと思います。で、コートの内側なんですね。 ですが今回はですね、シャツを着てみました。秋の終わりから冬の初めぐらいだと、まあ、まだですね、シャツの上に着るぐらいでもそこまで寒くないかなと思うので、今回はバンドカラーのストライプ柄のシャツを着てみました。まあ、このようにですね、シャツを取り入れながらのスタイルというのはもう鉄板ですごく使いやすいかなと思うんですね。まあ、特に今回は着こなし自体がベーシックなので、ストライプ柄を入れてみましたが、まあ、これだけではなくて、 淡いブルーのシャツとかでもいいですし、あとはもっとベーシックな白のですね、こういったバンドカラーシャツとか、まあレギュラーカーのものでも全く問題はありません。まあそういったものと重ねてみるだけでもですね、着こなしが一つ完成するので、ぜひコートの内側の候補として、シャツというところも検討していただければなと思います。で、ボトムスなんですが、このようなベージュからブラウンのコートに対してのボトムスですね、ある程度上半身で明るさを出したからには、 パキッとブラックだとかダークグレーなんかで引き締めるというのが一番鉄則でやりやすいかなと思います。まあ、今回履いてるのはですね、随分前に買ったユニクロ U のですね、レギュラーフィットテーパードなんですが、まあ、こういったブラック系のパンツ、いろいろとやってますね。ユニクロだったらスマートアンクルパンツ、グローバルワークだったらアーバンスラックスだとか、このあたりで代用してもらうといいんじゃないのかなと思います。そして靴なんですが、これもですね、何でも合うっちゃ合うんですね。今回は白系のレザースニーカー、まあジャーマントレーナーですね、グリーンレーベルのものを 合わせていますが、まあ、こういったものでちょっと爽やかに振ってあげるのもいいと思いますし、ステンカラコートというですね、竹の長いコートには意外とですね、こちら、ニューバランスのスニーカーですね。これがめちゃくちゃ合うんですよ。コートの着丈の長さというところで、一定の綺麗さはあるので、スニーカーでちょっと外しを効かせるという意味では、ニューバランスすごく相性がいいので、ちょっと履き替えてみますね。 このライトグレーのニューバランスが、まあ、ものすごく相性が良くて僕はですね結構ステンカラーコートには このようなニューバランススニーカーを合わせることが多いんですね。まあニューバランスにもいろんなモデルがあって、カラー展開もた、様々ですが、まあ、特にグレー系が相性がいいかなと思うんですね。で、パンツ自体がブラックでちょっと重たいので、このようなニューバランスでグレーでちょっと明るさを出してあげるというのもすごく相性がいいので、このようなスタイリングもね、ぜひ皆さん検討していただければなと思います。足元が変わるだけで全然印象が変わると思うんですよ。ホワイトのジャーマントレーナーだと、爽やかな感じがありつつも、 ち骨な感じも出るというところで、まあ、よりベーシックな着こなしになるかなと思うんですが、2。バランスを合わせることで、ちょっとトレンド感みたいなものも漂うので、まあ、こういった形で調整してみるのもいいと思います。さらにちょっと小綺麗な感じを出したいのであれば、こういったモカシンタイプのですね。レザーのシューズを履いてもらうのもですね。バランスがいいかなと思います。はい、こんな感じですね。うん。 結構小綺麗になりますね。これはこれで僕は嫌いじゃないですが、やや硬い感じもしますが、このようなちょっと綺麗めな方向に振ってあげるのもいいかなと思うので、まあ靴の雰囲気でだいぶ印象が変わるというところも、ぜひチェックをしていただければなと思っています。はい、続いて二つ目のコーデなんですが、まあ先ほどと同じですね、ベージュ系のステンカラーコート、こちらをメインにしながら、 内側をちょっと変えてみました。先ほどはですね、シャツを合わせましたが、もうちょっと気温が下がったら、今度は内側をですね、ニットにしてみるのが、すごくわかりやすくて、簡単にこうでもできるのかなと思います。まあ中でもですね、丸首のニットというところは、もう定番的で、間違いのない選択かなと思います。まあカラーに関しては本当に様々なものがあるんですが、まあ今回はですね、ライトグレーのものを合わせてみました。まあライトグレーとか、ホワイト、オフホワイト、ナチュラルのような、ちょっと赤 明るい色でですね、上半身を構成してあげると、結構このようなベージュ系のコートには相性がいいかなと思います。もちろんブラックネイビーみたいなもの合うんですが、まあ、上半身はちょっと明るめに抑えながらも、ボトムスはちょっと濃いめでというバランスが一番簡単で実現性が高いかなと思うので、まあ、ぜひこのような明るめニットというところで合わせていただきたいなと思います。まあ、他にはですね、例えばちょっと変則的ではあるんですが、 オリーブのニットとかも非常に相性がいいかなと思いますし、あとはミディアムグレーぐらいのものもですね、すごく相性がいいので、まあこのあたりでバリエーション作ってみるのもいいかなと思います。まあいずれにしろ丸首のニットというものが非常に使いやすいので、ステンカラーコートとかこのような秋から冬の前半にかけて使えるコートには合わせていただけるといいんじゃないのかなと思います。で、ボトムスなんですが、先ほどはブラック系のイージーパンツを合わせましたが、今回はですね、これ、 デニムのスラックスを合わせてみました。 このようなステンカラーコートとデニム系の素材、すごく相性がいいので、普通のデニム、ジーンズでも合うんですが、まあ、今回はですね、このようなセンタープレスが効いていて、色落ちがほとんどしてないような、少しクリーンなデニム、スラックスを合わせてみました。これは僕のブランドで作ってるやつなんですけども、このようなデニム、スラックスみたいなインディゴブルーとこのようなベージュ系もすごく相性がいいので、ぜひ皆さんもね、手持ちのデニムとかでも合わせてもらうと、バランスがいいんじゃないのかなと思います。まあ、すごく色落ちしたようなものよりは、 ステンカラーコートの綺麗さだとか、あとは今気的なですね、トレンドを考えると、あまりこう色が落ちてないようなクリーンなデニムの方がより相性がいいんじゃないのかなと思っています。で、足元なんですが、まあ白レザースニーカーがもう鉄板かなと思います。内側に着ているニット自体がちょっと明るめのカラーなので、そことリンクさせるように白レザースニーカーを合わせるというのが、まあ一つ王道かなと思うので、このようなスタイリングもですね、ぜひ参考にしていただければなと思っています。 はい、続いてですね、コート、色を変えてみました。先ほどベージュからブラウン系着てましたが、今度はネイビーのステンカラーコートということで、よりベーシックな形になっています。まあ、このようなものはですね、定番的で合わせがしやすいんですが、ちょっと失敗すると平凡すぎて、なかなかおしゃれに見えづらいというところもあるので、少しコーディネートを工夫してあげると、バランスがいいかなと思っています。 内側に着てるものなんですが、今季ですね、V ネックのニットというところが、だいぶですね、トレンドアイテムとして上がってくるようになったんですね。ということで、今回はこちらを使ってみました。丸首の白の T シャツを一番下に着て、その上にですね、このような V ネックのニット、今季のユニクロ U のですね、こちら。 ナチュラルだったかなカラーのものを合わせています。このようなレイヤードを作ってあげて、その上にですね、このようなステンカラーコートを着ることで、退屈な見え方にはならないかなと思います。先ほどのような丸首のニットももちろん合うんですが、少し変化球を交えた方が、ネイビーのですね、このようなコートにはより相性がいいんじゃないのかなと思っています。で、ボトムスに関してはですね、僕の定番で言うとブラックのですね、イージースラックスを合わせがちなんですが、まあ、ちょっとですね、ネイビーに対して合わせてしま 全身が重たくなってしまうので今回はですね、こちら、ブラウン系のボトムスを履いてみました。まあ、ブラウンとオリーブが混ざったような色合いなんですが、このようなちょっとアースカラーみたいなものでトレンド感を交えてあげるとですね、退屈な着こなしには見えないかなと思うので、こういったカラーもぜひトライをしていただきたいなと思います。他にはオリーブのパンツとかも相性が良かったですので、少し定番からずらしながら、 アースカラーのボトムスを合わせてもらうとすごくバランスがいいんじゃないのかなと思います。で、足元はですね、このようなスタイルにはちょっとこうトレンド感を取り入れる形でニューバランスですね。こういったものを合わせてもらうとネイビーのことのベーシックさというところをですね、ある程度トレンド感を交えながらカスタマイズがすることができるかなと思うので、まあ、このようなスタイリングも一つの参考にしていただければなと思っています。個人的には丸首もいいんですけど、V ネックの新鮮さというのも着ていて楽しいかなと思うので、ぜ、ま、ひ、あ、皆さんもトライしていただければなと。 思っていますはい、続いてラストの着こなしをご紹介したいと思います。ネイビーのステンカラーコートの内側に今度はですね、このような フード付きのパーカーをですね、取り入れてみました。これまた王道感のある着こなしで、まあよくやってる方もいらっしゃるかなと思います。ネイビーのコートは結構ベーシックで失敗すると退屈に見えがちということは先ほどお伝えしましたが、そのコート、ちょっと真面目っぽく見えるところをフード付きのパーカーのカジュアルさで少しですね、意外性を持たせるという組み合わせなんですが、 これもぜひ皆さんトライをしていただきたいなと思います。まあ、丸首のニットとの組み合わせもすごくいいんですが、パーカーを合わせることでカジュアル感がより強まって、これはこれでですね、休日のリラックスしたスタイルには相性がいいんじゃないのかなと思っています。今僕が合わせてるのはちょっと秋らしさの漂うようなベージュからブラウンぐらいのパーカーなんですが、 他には明るさが出るようなライトグレーとかナチュラルだとかそのあたりのパーカーもいいかなと思います。さすがにブラックだとかネイビーの濃い色のパーカーだとちょっと着こなしが重たくなってしまうので少し明るさを感じるような ベージュからライトグレーとかホワイトぐらいのものを合わせてもらうと、まあ、よりバランスがいいんじゃないのかなと思っています。でボトムスに関してはですね、まあ、ブラックではなくて少しだけずらした、まあ、ダークグレーのですね、イージーパンツを合わせてみました。まあ、先日の動画でもご紹介しましたが、グラミチとローアーケースのコラボレーションのですね、ちょっとワイドテーパード気味のですね、パンツを合わせてみました。で、シューズなんですが、これまた先日動画でご紹介しました、ニューバランスの 2002R のゴアテックスですね。こちらもダークグレーなので、まあ 着こなしは結構重ための色合いで合わせながらも、パーカーの色だけちょっと明るさを出したというようなスタイリングで組んでいました。パーカー自体が結構カジュアルに見えるので、ステンカラーコートはベーシックな色合いにしてみたりだとか、まあ、パンツもですね、センタープレスの効いたものを履いてあげることで、まあ、適度に小綺麗さを出してあげるとバランスがいいかなと思うので、このようなパーカーのスタイルもすごく使いやすいかなと思います。ぜひ皆さんもトライをしていただければなと思っています。 はい、ということでいかがでしたでしょうか今回の動画では、大人のコートのコーディネート術、徹底解説ということで、動画をお届けさせていただきました。シンプルなステンカラーコート型のもので、ベージュからブラウンカラーと、あとはネイビーですね。この2色を使って、まあ、様々なバリエーションをお見せしたんですが、結局はですね、内側に着るものだとか、 ボトムス、靴。この3つのパーツを変えることで、様々な着こなしが実現可能かなと思います。トップスだったら、シャツを合わせるのか、丸首のニットなのか、V ネックのニット、もしくはパーカーという手があって、で、ボトムスに関しては、僕が日頃からお伝えしている、ブラック系のイージーパンツだとか、デニムスラックス、グレー系のパンツ、またはですね、ブラウンからオリーブのパンツ、このあたりを合わせていただければ、まあ十分にですね、対応ができるか かなと思いますまあ、靴に関してはもう本当に分かりやすく言うと白系のレザースニーカーとグレー系のニューバランスがあればもうこれだけで十分ぐらいかなと思いますあとは組み合わせとしてはベージュ系のコートに関してはコート自体にある程度の特徴があるのでまあそこまでですね他のもので遊ばなくても十分かなと思いますシンプルな丸首のニットでもいいし白のバンドカラーシャツなんかでももちろん相性がいいと思います一方でネイビーのコートはちょっとこう無難に見えがちなので内側に合 合わせるものに関してはアクセント的な要素のものがいいかなと思ってましてパーカーを合わせてみたいだとかあとはトレンド感のある V ネックのニットを合わせてみたいだとか少しアクセントを加えることでバランスが取れるかなと思うのでこのあたりを頭の片隅に置きながらあとは皆さんの自由な発想でコーディネートを考えていただければなと思っていますまあ、このような形で今後もこちらのチャンネルでは大人の男性に向けてメンズファッションの基本ですねなるべくわかりやすく解説したいなと思っているんですが もう少し中級者向けのアイテムですとかコーディネットの解説に関しては僕はもう一つ運営してます YouTube のメンバーシップチャンネルの方でしっかりと解説をしてますので気になる方は概要欄からチェックをしていただきたいなと思っていますまたなかなか動画をゆっくり見る時間がない方のためにオンラインサロンも開催をしていますそちらの方では写真と文章ベースでなるべくコンパクトにですねおすすめのアイテムですとかコーディネットの解説を行っていますのでこちらも気になる方は概要欄からチェックをしていただければなと思っています 以上、スタイリストの小山俊でした。また次回の動画もお楽しみに。